皆さんこんにちは。242チャンネルです。ちょっとなんかいい感じの挨拶そろそろ考えなきゃね。はい、というわけで今回は洗濯を回すだけの動画を、なんかね、私学生の時に自分で好きな動画を撮ってみんなで見るみたいな授業があったんだけど、その時に好きな人多分多いと思うんだけど、洗濯機が回ってるのをこうやってずーっと見てるのが好きなのね。だからそれをみんなにも見せようと思って洗濯をしてる様子をねみんなに見せたことがあるの。なんでか知んないけどめちゃくちゃ大笑いされて、その動画が未だにあれ見たいって言われるぐらい伝説になってしまったの。なんか洗濯の仕方があんまり良くなかったらしいんだけど、多分今もそれと変わんないやり方してるから、ただ洗濯回すだけだよ本当に。洗濯をするだけの動画です。そんな面白くないかもしんないけど、まあやってみよう。お洗濯はだいたい月に2回ぐらい、2週間に1回ぐらいやってます。やる目安としてはこのランドリーバッグがいっぱいになる、もしくは着る下着のストックがなくなる。そしたら洗います。ここで私のいい女ポイント、お風呂のね中にねバケツ置いてて、お湯出るまでさ時間かかるじゃん。お湯が出るまでの水をこのバケツに入れてて、これを洗濯で使います。なんてなんだ、早く結婚しよう。これ見て、会社でもらったフェイスシールドにね、あの歌舞伎の柄描いたの。
どうなんかある？ないでしょ。一人暮らしの女なんてみんなこんなもんでしょ。ね、違う？洗濯めっちゃ嫌いなのよ。めんどくさいじゃん。洗うのもめんどくさい、干すのもめんどくさい、取り込むのもめんどくさい、畳むのもめんどくさいじゃん。みんな偉いよ。みんな洗濯いっぱいしてるんでしょ。めっちゃ偉いよ。洗濯ちゃんとしてるのみんなとても偉いと思います。私も頑張ってこれ全部干します。というわけで、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。いっぱい落としちゃった。またねー。ご覧いただきありがとうございました。次回はパスタを作ります。ぜひ見てください。次回もお楽しみに。